かわいい、あ、ひなだひなですね。そうですね、かわいい、ちっちゃ。いつ生まれた子なんですか？一応6月の24日に入荷したので、はい、多分6月か5月後半ぐらいの生まれかなと思います。へ、ね、じゃあまだ生まれたばっかり。そうですね、そうですね、まだひなえさ欲しがるような、はい、確かにグレーですね。かわいい、ちょっとグレーって感じですね。ちょっとグレー、大きくなってきたら色変わったりするんですか？変わったりもします。なんでそこのちょっとこう薄い部分の黒が濃くなる可能性があるので、はい、そこは何とも言えない感じですね。くちばしとかも変わってきますよね。変わってきます、変わってきます。もうちょっと綺麗な色になりますね。あ、こっちだ、かわいい。なるほどな。グレーって結構珍しいですね。珍しいですね。過ぎ過ぎちゃったかな。すごい食べるんですよね。へー、グレーだって。まださ、頭の後ろがハゲとる、ピンクね、嬉しくない？あんまりこっち向かない。鼻から鼻水が出てたりすると風邪ひいてる可能性もあるので。鼻から鼻水の出てる時もあるんですね、はい、今あの鼻が乾いててちゃんとこう鼻がポンポンって開いてるので。うん、あ、鼻の上のところ。 で、あの顎の下はさっき言った緑がちょっとついてて、うん、鼻の上もちょっとついてるので、もうちょっとあの待っていただければ綺麗になるかなと思います。わかりました。元気、うん、あのひっくり返してもらってお腹も見ていただいて、そうですね、お腹が汚れてないかどうかとかも、はい、ひっくり返せない。多少無理やりやってもいいじゃん、優しく。あのこの2本で頭をこうしたら、あ、これがお尻に、はい、お尻きれいですね。はい、なるほど。頭をこうホールドさせます、うん、はい、ちょっと練習しないと。ほら、じゃあ入れちゃいますね。はい、入れます。この子はどうしたんですか？この子をじゃあ一旦もらいます。はい、大体どれくらいの頻度で変えた方がいいですか？これは毎日変えます。あ、これ毎日変えますね、はい、そしたらじゃあたっぷりいるね。かわいい、噛まれても全然痛くない。綺麗な色、おそばちゃん。何枚ですか？はい、3枚ほど。はい、もう今から振っちゃいますね。はい、わー、綺麗な翼。連れて帰って、ハハハハしてる時がこう口がこう開いてハハハハしてると、パカパカパカしてると緊張している可能性があるので、そしたらちょっと触りすぎず、毛布とかかけて前だけ見えるようにしていただければいいかなと思います。水ってあげなくても大丈夫？水は今差し入れの水分で入れるので、じゃ別の容器に入れなくてもいい。そうですね、今後もしその差し入れを卒業して泡しかつままなくなってきたら、朝皿を置いてあげてください、はい、はい、湿度が
何パーぐらいがいいとかありますか？多分50、60はおすすめです。あ、50、60。この中の温度ができれば27、8度ぐらい、うん、ぐらいの暖かさだといいかなと思います、うんうん、27、8度の50ぐらい、はい、そうですね、わかりました。すごい早いし元気